慌ただしいな。何かあったのか。どうやら近隣に魔獣の大群が現れたみたいだよ。こんな近くまで？俺たちも出るべきじゃないのか。近衛兵たちが今向かってるんだ。ベルクーリさんは果ての山脈で任務中で、命令が下る前に自己判断で制圧に行ったって。近衛兵か。大丈夫なのかな。うん、向かったのはベルクーリさんのことを尊敬している近衛兵たちで結成された精鋭みたいだよ。ベルクーリさんみたいになりたいって鍛えてるみたいで、聖号騎士には劣るけどかなりの実力なんだって。そんな人たちがいるなんて知らなかったな。僕何度か話したことがあるよ。ちょっと暑苦しいおじさんたちで結成されてるけど、みんな貴族なのに偉そうにしてない、いい人たちだったな。ユージオが言うほど暑苦しいのか。まあそれならともかく安心だな。それにしてもベルクーリさんの信者、あ、いや、ベルクーリさんに憧れる男たちがそんなにいるとは。なんだか僕はわかるな。ベルクーリさんはすごく強くて、男が憧れる男の代表って感じがするんだ。ま、実際に伝説の勇者なわけだしな。僕も彼には二度と勝てる気がしないよ。うん、そう。何一人で納得してるんだよ。まだ修練が足りないってことさ。よし、今から稽古に行ってくるよ。な、おい、って言っちまったか。ユージは一度あの人に勝ったんだから、もっと自信を持てばいいのに。確かにな。うわ、ベルクーリさん。どうした少年、突然話しかけて驚いちまったかい。驚いたに決まってるだろ。果ての山脈での任務は終わったのか。ああ、そんで飛竜で今戻ってきたところだ。あ、そうだ、ベルクーリさんの信者、あ、いや、近衛兵がさっき魔獣の軍勢の制圧に向かったらしいぜ。うん、そうなのか。きっしょー、すごい怪我じゃないか。大丈夫か。もしかして制圧に行ったという近衛兵か。どうした。私は伝令役として使わされました。仲間の騎士たちは皆人質に取られてしまいまして。何だと。そして人号を介する魔獣どもより騎士長を呼んでこいと言われました。騎士長殿自ら出てこなければ全員を殺すと。申し訳ありません。我らの非力ゆえにこんなことになり。仕方がねえよ。お前さんはすぐに中藩に見てもらえ。それからこのことは内密にしろ。しかし。いいから早く行きな。後のことは俺に任せろ。はっ、申し訳ありません。少年、お前さんにも頼む。このことは誰にも言うな。本部の奴らに知れると皆が俺を止めるに決まってる。特にジョーちゃんとファナティオがな。当たり前だろ、俺だって止めるさ。いくらベルクーリさんだって一人じゃ危険だ。それに罠だってことはもちろん分かってるぜ。俺も伊達に聖号騎士を100年以上やってねえからな。じゃあなんで。当たり前だろ、あいつらを助けるためだよ。それでも一人でなんて行くべきじゃない。お前さんは止めるなよ。なんでだよ。お前さんだけに話したことが無駄になるだろう。
ま、俺がやられるってのは到底考えられねえが、カラントから現れた相手がどんなもんかはわからねえ。もし俺に万が一のことがあった場合、その時この人海軍の王者となり人海をまとめるのは他ならねえ小僧、お前だ。わかんねえのか、何かあった時に後を頼むってことだよ。邪魔、そういうこった。あとはよろしくな。俺は行ってくる。おい待てって、ベルクーリさん。やっぱり気になる、ベルクーリさんの後を追う。ベルクーリさん、見つけたぜ。しょうがねえな。なんでお前さんは人の言うことが聞けねえのか。それは、ベルクーリさんはうちの戦力であり、リーダーだ。リーダー？指揮官とか司令官とか、そういう意味だよ。
部下を守るためとはいえ罠と分かっていて単身で敵陣に乗り込むやつなんざ指揮官とは言えねえだろう。そうは思わない。部下を大切にすることは上長として必要なことだと思う。でもこれじゃなんでお前だけに告げて出てきたのか分かれしねえじゃねえか。じゃあこれで折れてくれ。いざという時は俺は逃げる。ベルクーリさんのこともおいでな。そしてこのことを本部に伝える。これでいいだろう。言ってることは正論だがその目が言ってるぜ。俺は何があってもベルクーリさんを見捨てないってな。そんなことはまあいいさ。それで折衷庵ってことにしといてやるよ。あそこが敵さんの指定した場所だ。あんなところに広場か。ああ俺をあの広場に誘い出し逃げ場をなくした上で殴り殺す算段なんだろうさ。広場に複数の人影があるな。奴らはゴブリンのように人語を介する種の魔獣だな。どうするつもりだベルクーリさん。ここまでだ少年。これ以上進めば奴らに見つかる。一人で来いと言われている。お前がいるとそれだけで人質が殺されちまう。だからってみすみす一人で行かせられない。心配すんなって。俺は機長だぜ。それじゃあな。待ってくれ。策ならある。でもこの作戦はベルクーリさんへの負担が大きい。ダメだ。他の方法を考えよう。しょうがねえな。行ってみろ。わかった。いいだろう。それにしようぜ。お前さんは剣だけじゃなくなかなかの策士のようだな。でも無謀かもしれない。ベルクーリさんへの負担も大きいし。負担？果ての山脈での任務に比べりゃどうってことねえよ。ベルクーリさん。それじゃ俺は作戦通りベルクーリさんと別れて広場の裏から回り込む。頼んだぜ少年。おお、そこにいたのか。ユムの最高位聖号騎士ベルクーリ。ああ、お誘いに応じて来てやったぜ。さあこちらに来い。お前の大事な部下たちが待っている。ベルクーリ様、申し訳ございません。てめえ、こっちが来る前に人質をこれだけ痛めつけるとはいい度胸だな。そちらの常識で語るな。手足一本すら切り落とさないでいるだけ我々も歩み寄っているのだ。てめえらが欲しいのは俺の命だろ。さっさとこいつらの枷を外せ。分かっていないようだな。そうしたら最後お前は我々を殺そうとする。人質の解放はもうお前が満身創痍となり動けなくなったと確信を得た後だ。さあ者どもやってしまえ。ベルクーリ様、我々に構わず戦ってください。そうはいかねえ。俺がいつか倒れたとしても必ずこの思いを受け継ぎ人界を守るために戦ってくれると信じているからだ。ベルクーリ様、
口の減らぬ男だ。もっと攻撃を加えろ。こちらの手を緩めるな。岸壁に囲まれたこの場所でお前を助ける者などいない。さあこれで人界の英雄ベルクーリも終わりだ。そこまでだ。何？ふぅ、拘束が解かれた。さあ今のうちにこっから離れるんだ。一体どこから？背後から回った。ベルクーリさんが注意を引きつけてくれてる間にな。バカな。ずいぶんと舐められたもんだな。なぜお前が立っていられる。すでにその命は風前の灯火だったはず。追い詰められる演技ってのもなかなか難しいな。いつバレるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。結構本格的だったと思うぜ。本当にやられてるんじゃないかとこっちも肝が冷えたよ。冗談を言え。あんなのは時期に等しい。やってしまえ。その軽口二度と叩けなくしてやら。どうやら倒せたみてえだな。ああ、それじゃ少年にお前らも帰るとするか。吉祥。なんだ。申し訳ありません。我らは吉祥に憧れるあまり武功を立てようと焦りご迷惑をかけてしまいました。なに、気にすることはねえよ。部下を助けるのも俺の仕事だからな。騎士長、一生ついていきます。騎士長、騎士長、あなたはやはり素晴らしいお方だ。騎士長万歳。騎士長。すごい人気だな、ベルクーリさん。なんかむずがゆい気分だぜ。なおら、とっとと帰るぞ。
閣下、全くあなたという人は。ほら、やっぱり言われただろ小僧。いや、だからといって今回の件を本部のみんなに黙っておくのはさすがに無理があるだろう。これだけきつく言っているのにまだわからないようですね。もう少し自分の立場というものを。あのベルクーリ様、次の遠征の件で急ぎ確認したいことが。おっしゃ、ファナティオ、話はまた後だ。いいえ、カッコはまだ傷を癒し終えていません。ここで休んでいてください。話は私が聞きます。英雄ベルクーリもファナティオのおこごとには刀下な。なんで俺だけこんな目に。自分の身を危険にさらすような行動を取ったからだろ。俺はそうそうくたばらねえよ。万が一俺の命が失われたとしても、ファナティオやお前らは取るべき行動を理解している。そう思ってるしな。俺には後を任せるに足る仲間がいる。だから多少無茶したところで何も心配することはねえのさ。間違いじゃないけどさ、信頼することと心配することは似てるようで違うってことも分かってあげてほしい。ベルクーリさんが助けようとしたこの衛兵たちも、自分の命はどうなっても構わないって腹くくってただろ。それくらいベルクーリさんの命が大事だったんだよ、きっと。確かに命を失えば敗北だ。死んだとしてもそんな汚名はなるべく避けたいところだからな。ああ、これからもその息で頼むぜ。でもこの前の戦いを見て、ベルクーリさんの強さを思い知ったよ。あの無謀な作戦を成功させられたのも全部ベルクーリさんの力のおかげだ。いや、あの奇策を考えてくれた坊やの方こそ連れて行ってよかったと心底思ったぜ少年。いや、キリト、これからもよろしく頼む。もちろんだ、仲間としてな。おう、そういや前にやり残したことがあったな。なんだよ、やり残したことって。ちょうどいい、ついてきてくれ。ね、おい、ベルクーリさん。生き返るぜ。なんだよ、やり残したことってこれか。ああ、前にリュウどもを倒した時、少年と温泉で男同士の積もる話をする気だったが、あの時は少年がジョーちゃんに引っ張られていっちまったからな。ああ、あの時はあらぬ誤解を受けて散々な目にあったな。じゃなくて一体何なんだよ、男同士の積もる話って。別に大したことじゃねえよ。少年はこの世界とは違う外の世界から来た人間だ。そんでお前を助けるために多くの仲間が来てくれたってわけだが、どうも女の子が多すぎねえか。気のせい。いや、事実だ、否定しようがないな。まあ俺には女友達が多いというか、なんというか。そん中でもアスナとはいい仲なんだろう。え、まあそうだな。お前さん、アリスのジョーちゃんのことはどう思ってる。アリスはすごく強い騎士だ、それから大切な仲間だよ。おう、それだけかい。そうだな、大切な戦いの時は安心して背中を任せられる相手かな。なるほどな。まったく、ジョーちゃんも厄介な相手は。なんだ。なんでもね、こっちの話だ。というか
なんで今の流れでアリスの話になったんだよ。ん？まあ特に意味はねえよ。近頃アリスの嬢ちゃんはアスナやらお前さんを追ってきた女の子たちと仲良くやってるみたいでな。あの女の子たちのことを話したら不思議と嬢ちゃんの顔が浮かんじまっただけだ。なるほど。要するに娘を思う父親の心境か。おい、前にもそう言うんじゃねえっつっただろ。たくしょうがねえな。やっぱりお前さんは坊やだ。え、ベルクーリさんまでファナティオみたいな呼び方すんのかよ。あいつはなかなか人を見る目があるからな。うん、坊やだ坊や、ぴったりだな。やめろって。けどお前さんもそう思ってたか。それにお前さんには今回世話になったからな。じっくり息抜きしてまた働いてもらおうって思ったわけだ。なるほど。積もる話とか言ってそれが狙いだったのか。つくづく分かりづらいおっさんだな。けどありがとう、ほっとしたよ。ああ、存分にゆっくりしてけよ少年。後で背中は流してもらうがな。ああ、俺のも流してくれよ。お前さんの背中は細っこいからすぐ終わっちまいそうだな。言ったな。こうなったら思い切り強い力でこすってやる。やってみろ。何はともあれベルクーリさんとも仲良くなれた気がするし、これにて一件落着かな。